バンバン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は、すでにスタートしている、グーシムセラーの総決算セールについてご紹介します。このセールは、年に一度開催されるセールで、期間としては3月1日から3月26日の9時59分までとなっています。特徴としては、OCN モバイル1の音声 SIM と端末をセットで購入することによって、端末価格が大幅に値引きされるというものです。例えば、通常14,800円で売られている、グー丸7プラプラの場合ですと、このキャンペーンによって800円で購入することができます。また、ファーウェイのノバライト2の場合ですと、このキャンペーンによって8800円で購入することができます。と、まあ、ここまではメディアでも報道される内容なんですが、実はこのキャンペーン、注意点があります。SIM カードとのセット販売と言いましたが、この SIM カードは必ず契約しないといけません。つまり、このキャンペーンを利用して端末を購入した場合、月々の支払いが発生してしまいます。また、初期費用として3000円の支払いが必要になります。さらに、最低利用期間が設定されていて、6ヶ月間は必ず契約しておく必要があります。もし、6ヶ月経たないうちに契約を解除してしまうと、違約金が請求されます。違約金の金額としては8000円で、そこまで大きな金額ではないように思いますが、この違約金が発生するということ、公式サイトでも非常に分かりづらい部分に書かれていますので、見落としてしまう方も多いのではないでしょうか。このグーシムセラーの総決算セールを利用して、最も安く端末を購入することができるグー丸7を選択した場合の半年間の支払い金額が次の通りになります。初期費用3000円に割引適用後の端末800円、それから最も安いプランで1ヶ月あたり1600円となりますので、この最安プランで契約した場合、半年間使うと、すべて合わせた合計金額は13400円となります。多くのメディアで800円でグー丸7プラプラ買えるということを強調されていますが、今回ご紹介した通り、このキャンペーンには様々な縛りがあって、実際に支払う金額は最も安い端末、最も安いプランを選択したとしても13400円の支払いは発生してしまいます。くどいようですが、このキャンペーンはいくつかの縛りがあって、800円でスマホが購入できたとしても、それらの縛りのせいで、最低でも13400円という高額な費用が請求されてしまいます。もし、このグーシムセラーの総決算セールを利用してみようとお考えの方は、今回ご紹介したようないくつかの問題点がありますので、その点を考慮した上で、実際にこのセールを活用するかどうか考えた方がいいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。